前回までのあらすじ。真の勇者のみがタイピングできるという伝説のキーボード、リアルフォース。僕らはそれを求め、手に入れた。え？しかし、伝説のキーボードにふさわしいリストレストが我々の手にはなかったのであった。サイズが合ってなかったんだよね。てなわけで、今回はリアルフォース用リストレスト作りに挑戦します。デザイン画はこんな感じ。相変わらず雑なデザイン画だな。このデザイン画をもとに 3D の設計図を変えていく。この画面はフュージョン360というソフトウェアだね。完成予想図はこんな感じ。良い感じだね。リアルフォースに幅や高さをぴったり合わせた。造形も少しリアルフォース風にしてみた。次はこのデータをもとに 3D プリント。そうしたいのだけれど、サイズが大きすぎてこのままでは我が家の 3D プリンターでプリントできない。どうするの？ぶった切ります。ああ、ぶつ切りに。このサイズなら我が家の 3D プリンターでもプリントできる。 3D プリント用のデータに変換して、さあ 3D プリントだ。まずは下のパーツから。このサイズになってくるとプリント時間がかなりかかる。このパーツだけでどれくらいかかるの？下のパーツだけで約12時間かかる。ひえ。できたできた。無事に 3D プリントできてよかった。上のパーツも同様に 3D プリントをする。 3D プリントが終わったら、それぞれのパーツを接着剤を使ってくっつける。接着後、塗装に向けて下地を作っていく。これがまた大変。下地剤を吹きつけて、ヤスリがけをして、また下地剤を吹きつける。これを何度も繰り返す。めんどくさそう。下地が整ったらマットブラックに塗装。ちなみに仕上げはマットクリア。塗装が終わって乾燥させたら、上のパーツと下のパーツを接着する。そこに滑り止めを貼り付けたら完成だね。うん、いい感じ。リアルフォースに合わせてみよう。ぴったりだ。専用設計なだけあって一体感がすごい。トープレさん、こういうリストレストとかどうですか？発売しませんか？しないでしょ。そういえば、しばらくリアルフォースを使ってみての感想はどう？軽さが全然違う。指への負担は減った気がする。特に薬指や小指といった力の弱い指が非常に楽。一方でキーが軽い分、誤入力はやはり増えた。あや。例えばホームポジションに指を置いた時、自重でキーを押していることがある。気がつくと、あーあーあーと打ち込んでいることがしばしば。それだけキー荷重が軽いということだね。またタイピング途中で他のキーに軽く触れてしまっただけで反応してしまうということもあった。これらの問題は APC 機能を使って対応した。キーの反応するポイントを深めに設定したら、この誤入力は減った。 APC 機能が重要だったということだね。これらの対策で誤入力を減らすことができた。なので現在は 30g のキー荷重を快適に使えているよ。とにかく指の負担を減らしたいという人は、キー荷重 30g のリアルフォース導入を検討してみてもいいかもしれない。てなわけで、今回はリアルフォース専用リストレストの自作に挑戦してみました。またね。トープレさん、分離型のキーボード出さないかな？よければ他の動画も見ていってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。デジタルものづくりチャンネルでした。